はい、テイルズオブエクシリア2を初見実況プレイしてみた、パート19ですかね、やっていきたいと思います。前回で、メインチャプターガイアスの分子世界が終わったところなので、またちょっと借金返済パートになります。その前にね、キャラクターエピソードがまたいくつか発生しているので、それらを先にやりたいと思います。じゃあまずはドボールからいきましょう。誰だ、ドボールにいるか、まあアルビンあたりだろうとは思ったけど、本当にアルビンだったな。じゃあアルビンのキャラクターエピソードやっていきましょう。アルビンエピソード2、ビジネスパートナー。よっ、お疲れさん。今度は何をしてるんだ。アルビン調子どう、アルビン調子どう。ぼちぼちってとこかな。今日もこれから仕事でさ、ここで相方と待ち合わせってわけ。分子対策室、ベルです。新たな分子世界が探知されました。いいタイミングでかかってくるね。仕事ですので。座標を送信いたしましたのでご確認ください。侵入点はドボールのようです。ではよろしくお願いいたします。新しい依頼だね。受けるのか。今度はどんな分子世界かな。つーかさ、これ俺も手伝うって流れ。やっぱり。さあ、そんなわけでアルビンを巻き込んでちょっと分子世界に行きたいと思います。誰連れてこうかな。3人はね、いつも決まるので、もう1人ってところなんで、まあガイアスにちょっと今回出張ってもらおうかな。じゃあ分子世界ナンバー F4223 で行ってまいります。はい、というわけでドボール、タイムファクターは俺らの世界と最も違うものに宿る。よく探してみようぜ。ドボールか。いや、この辺とかどうよ。あら、イスラじゃん。あれ、イスラじゃん。結婚祝い。イスラがいる。うん。ノンアルコールのパーティー。てか、イスラが元気だ。はあ、こっちの俺は万事うまくやれてるってわけだ。なんか複雑だわ。うん。ねえ、今まで見たことない鉱石って。断定するのは早いぜ。とにかくユルゲンスに会って話を聞こう。ユルゲンスいねえんだけど。相当の城。ドアが閉まります、ご注意ください。ユルゲンスを探さなきゃか。お、ああいた、ユルゲンス。どうした、アルビン。もう受け渡しが終わったのか。ああ、それな。変更になったんだ。先方の都合がつかなくなったんだと。そうなのか。また随分いきなりだな。おお、レイヤもいたのか。久しぶりだな。あ、ちょっと仕事で。そういや、イスラさんの調子はどうだ。おかげさまで、だいぶいいよ。お腹の子も順調だ。おめでとうございます。いつの間に。おめでとうございます。いつの間に。ありがとう。俺もまだ実感がわからないんだが。今日はもう上がれよ。あとはやっとくから。たまには奥さん孝行してこいよ。じゃあ頼めるか。あ、在庫確認もやっとくからさ。鍵いいか。そうか。
アルビン。お？お前と組めてよかったよ。ありがとう。どうしたアルビン、うまくやったな。どうしたアルビン。いや、ちょっと昔のことをな。大丈夫？問題ねえよって言いたいとこだが、あいつを騙すのはやっぱ気分悪いな。うん。心配してくれちゃってんの？またそうやって茶化す。レイヤーが落ち込んだって仕方ねえだろ。それにここからが大仕事だ。この鍵、ヘリオボーグの保管庫だな。ヘリオボーグか。迷子にならないようにしなきゃ。ヘリオボーグ。ルドガーって見てて飽きないよな。退屈しないっつうか。そうだ、これやるよ。お前の方が有効活用できそうだしな。礼なんていいから持ってけって。仲間は大事にするって決めてんの俺。お、腕力強化、腕力強化、ストレングス3。いいね。火力上げれるのでかい。あ、しかもリンクスキルだからすごいいいんじゃないのこれ。まあ装備しないんだけど。さて、アルビンの商売は？それにしてもアルビンが商人か。フリーの傭兵から大転身だよね。看護師見習いから記者見習いになった。そっちもなかなかのもんだけどな。ズバッと聞いちゃうけど、今だとそういう商売ってどういうところが美味しいの？俺の話スルーかよ。簡単に言えば安価でいいものをたくさん仕入れられる。今んとこそこまで法外な関税はかけられてないからな。関税って結構儲かるのか？関税ってまああれだよね、結構儲かるのか？そう見える。とりあえずそのスカーフはブランドものなんでしょ？スカーフだけじゃなくてシャツもな。服装だって立派なビジネスツールになるんだぜ。ビジネスツールか。そういうのよくわかんないよ。知っといた方が何かと得だぞ。エレンピオスじゃ昇級査定に服装って項目も含まれてるしな。嘘、そうなの？じゃあ私もいろいろ研究しないと。巧みな話術もビジネスツールのうちってな。まあおそらく嘘だね。じゃあとりあえずヘリオボーグに行こう。まあ、ファって行かしてくれんかな。行かしてくれない。そういや、こっちの世界のルドガーやユリウスってどうしてんだろうな。二人とも普通に家にいたりして。せっかくだしちょっとだけ見てみない？もうユリウスおるやん。ちょっと緊張するやんな。どうしたルドガー、早いじゃないか。ん？また珍しいお客さんだな。友達なんだ。珍しいって？友達なんだ。どうも。お邪魔します。いらっしゃい。商売うまくいってるみたいじゃないか。まあそれなりに。あの泣き虫アルボーヤが大したもんだ。泣き虫アルボーヤ？ああ、いまいち話が見えないんだが。忘れちゃったか？よく相談に乗ってやったのにな。身長も伸びたな。昔は周りの女の子より背が低いってバランにからこわれてたのに。え？あいつは小さい頃から口達者で、お前はいつも言い合いで負けてた。な、時間か。じゃあな、アルフレド、ルドガーには悪いことを教えるなよ。今のどういうこと？知り合いだったのか？仲いいんだな。知り合いだったのか？いやいや、会ったことなんて。そういや、ガキの頃よく面倒を見てくれた兄ちゃんがあんな歌歌ってたような。え？もしかしてその人が？
こっちの世界だけの関係って線もないわけじゃないが、俺のガキの頃知ってるやつなんてそういるわけないしな。もしそうだとしても。なかなかこういうこともあるのか。例の鉱石はここに保管されてるはずだ。しらみつぶしに探すぞ。ユルゲンスに気づかれる前にな。さあ、ここもなんだかんだ広いからどこにあるかわかんねえけど。俺はまた自分勝手な理由でお前を居場所ごとぶち壊す。ごめんな、ユルゲンス。いっぱい鉱石があるな。一個だけ怪しいのがあるな。これか。よくまあこんだけ集めたもんだ。何をしてる。止めてくれ。落ち着けって。どうした。先方から督促があった。なぜ嘘をついた。何を考えてるんだアルビン。仕事でさ、悪いな。よく軽々しく。そんな。ルドガ、やめろ。どうしてだアルビン。裏切り者。ここにいたのか。ああ、どうした。この間のことなんだが、すまなかった。お前を疑うようなことを言って。ああ、不快にさせただろう。まああながち間違ってもねえしな。俺の言葉が軽いのは本当だしさ。ちょっと。やはりそういう風に聞こえたんだな。すまない。やめろって。悪い。いや、とにかく一言謝りたかった。邪魔をしたな。アルビン。適当に話し合わせて機嫌取るだけなら簡単なのにな。情けね。ほんと情け。これ難しい。元気出せアルビン。ほんと情けないな。どっちかな。落とすかあげるか。落とすかあげるか。難しいところですよ。落とすかあげるか。落としてみるか。ダメでした。だよな。オタク結構辛口だな。まこの分は仕事で巻き返すよ。鉱石なんか掘り当てなくったって成功してみせるさ。アルビンエピソード2ビジネスパートナー。アルビンのエクシリア1の時の衣装だ。あと2万ガルド。2万ガルドありがてえな。さあ、というわけで次のキャラクターエピソードなんですが、場所がね、カラハシャールはいいとして、もう一個ね、ここたんとね、イラ、シャンドゥなん、シャンドゥかな。シャンドゥっぽいんで、とりあえずカラハシャールから行きましょう。はい、カラハシャールにやってまいりました。次のキャラクターエピソード、あ、ローエンですね。前回ローエン確かなんだ、猫とやり合ったけど、今回は何でしょうか。ローエンエピソード2、ローエンの秘密。ローエンさん、帰ってきてたんですね。ドロッセル様が心配していましたよ。たまには領主邸に顔を見せてあげてください。はい、そうします。ルドガーさんにはお話ししたことがなかったかもしれませんね。
私は以前この町の領主シャール家のドロッセル様にお仕えしていたのですよ。これからドロッセル様にご挨拶に伺おうと思っているのですが。僕たちも混ぜろ。ドロッセルに会いに行くんですね。私も行きます。ルドガーも一緒に行きましょう。ローエンが行くなら行こうかな。エリーゼに誘われたら断れないな。ローエンが行くなら行こうかな。エリーゼに誘われたら断れないな。ローエンに行こうかな。そんな言い方なんか引っかかる。では参りましょうか。なんなら手をつなぎます。おっと、メールが来ました。返信するので少々お待ちを。めっちゃ早っ。お待たせしました。めちゃめちゃ早い。ドロッセル様は信頼できる方です。国籍の別なくルドガーさんも歓迎してくださいますよ。まあ、いいし。ドロッセルは私の一番のお友達でもあるんです。頑張り屋さんですっごくいい子。まあね、一緒に G を退治した仲だからね。じゃあ行こうか。そうだ、一つ用事を忘れていました。申し訳ないですが、皆さんはお先にどうぞ。どうしたんですか？ちょっとした野暮用です。すぐに戻りますので。行っちゃった。なんだろうね、急に。ドロッセに会いに行こう。ローエンを追いかけよう。え、どうして？先に行けって言われたけど。そうですね、私も気になります。急ぎましょう。クラマカンドの方です。なーに、ちょっとした好奇心ってやつ。応援組。おっと、ルドガーさん、先に行ってくれてよかったのですが。一体どういうことだ。怪我はないか、怪我はないか。私なら大事ありません。ありがとうございます。この人たち、ローエンを襲ったんですか？両国の和平に反対する過激派です。よほど私が憎いのでしょう。つけられていたので少々強引に型をつけさせていただきました。そんな役回りだな。ローエンはなんでそうまでして和平を進めるんだ。ローエンはなんでそうまでして和平を進めるんだ。シェルが消えた今、和平をなさねば幸福な未来を描くことはできません。それをなすことは私に与えられた最後の役割と思っています。ジジイはもう後悔できる年じゃないので必死ですよ。どうや。失礼、またメールです。うん、マルシアさんからですね。え、首相さんですか？いつの間にメルトモに。先日の分子世界の一件の後、改めて連絡をしてみたのです。それから時々ですが、メールのやり取りをするまでになりまして。メールは何だって。ローエン、なかなかやるな、なかなかやるな。いえ、ブラッドベリーの著作の話をしているくらいですが、意外に趣味が合いまして。メールは何て書いてあったの。読み上げましょうか。エレンピオスの過激派にあなたの命を狙う計画がある模様。微力ながら助力いたしたく思います。至急所在をお知らせください。ローエン、また襲われちゃう。でも応援が来るなら安心ですね。いえ、応援は来ません。お断りしましたので。断ったの？パホー、なんでしょ。
彼女の申し出が善意であることは理解しています。しかしこれを好機と外交問題に持ち込む輩が必ず出てくるでしょう。ですから自力で切り抜けます。なんと、早速ですか。展開早いジョギー。おあー、どっちかしかいない。じゃあアラゴトなんでアルビンで。こいつらはおなじみの襲撃者です。おなじみ、そんなおなじみ嫌ですよ。ナイスリングルリングルリングルヌドガーやった。頼もしいですね。いやもうこれでいかん。こんなのひどいです。巻き込んですみません。違う、ひどいのは隠してたことですよ。ジジイもまだまだ成長中です。なかなかいい感じだ。なんとか乗り切りましたね。びっくりした。ありがとう。マルシア首相からです。おお、なんだって。呆れた方と言いたいところですが、私も同じことを懸念しておりました。どうかご無事で。この次は階段の席でお目にかかりたく存じます。追伸、あなたもあなたを重用するガイアス王も大したお方ですわ。首相さん、ローエンとガイアスを信頼してくれてるみたいですね。そうだといいのですが。そうに決まってるさ。弱気になってどうする。そうに決まってるさ。エルもそう思う。だってこんなに頑張ったんだし。広く皆の喜びとなる選択をせよ。ローエンはしてると思います。皆さんありがとうございます。では今度こそドロッセル様のところに参りましょう。ドロッセル、今から行くよ。でもよく尾行されてるって気がつきましたね。これ式のこと朝飯前です。ルドガーさんは今20歳でしたね。よろしければこれをもらっていただけますか。私が20代の頃に愛読していたものです。日頃お世話になっているほんの気持ちですよ。あなたならきっと使いこなせるかと。何、知性強化。これをローエンは20歳の時に読んでたのか。インテリジェンス3。あーあー、知性が 15% アップする。このもらえる3系はみんななんかあれだね、いわゆるリンクスキルだからつけたいところだけどつかないという。エリー、ローエンも、ただいまです。よかった、二人とも元気そう。カラハシャールに来たので立ち寄らせていただきました。道中ご苦労様でした、ローエン。それとルドガーも。エルとルルもいるよ。そうだったわね。ちょうどよかった。あなたたちとしたいことがあったの。したいこと？何でしょうか。それはね、ドキドキ、タイムカプセルよ。タイムカプセル？タイムカプセルってなんだ。俺も混ぜてくれ。ええ、もちろんルドガーも一緒に。タイムカプセルって？思い出の品を埋めて何年後かに掘り起こすの。素敵でしょ。へー、なんか楽しそう。しかしなぜ急にタイムカプセルを。急にじゃないわ、ずっと考えてたの。みんなで何か思い出に残ることをしたいって。思い出に残ること、いいですね。じゃあ決まりね。一旦解散して埋めるものを決めましょう。何を埋めようかな。ティポで
いいんじゃない？なんてこと！エルは何にしよっかな。こうやって悩むのも思い出よね。すっかりお嬢様のペースですね。何を埋めるか決めてきてね。タイムカプセルに入れるものは決まった？バッチリだ。もうちょっと待って。バッチリだ。武器だな、これ。銃か剣か土か。土。でもどれが土か分かってないな。これが双剣だろう。まあ、いや、オートにしよう。みんな決まったわね。じゃあ、ここに埋めましょう。これでよしと。お嬢様、掘り起こすのは何年後にいたしましょう。そうね、10年後にしましょう。10年後。エリーゼ、すっかり大人だね。エルも大人。私はダメよ、ローエン。これでもう長生きするしかないんだから。どんなことがあっても約束は守らないと。お嬢様、私からの命令です。はい、受けたまわりました。10年後が楽しみね。一体どんな世界になってるのかしら。ローエン、エピソード2、ローエンの秘密。さあローエン、向こう10年頑張らないとね。こんなわけで、ローエンも終わったところで、次はいよいよシャンドゥあたりに行かないといけないので、どっから行くのがいいんだな。ルドガーさんのヘアスタイルはなかなかおしゃれですね。でも白髪は気になるものですよね。毛染めを差し上げておきましょう。ありがて。ここがシャンドゥ。活気というか熱気がある街ね。そうだね、闘技場もあるし、熱気があるのはそのせいかも。こういう勝負事って燃えてくるもんね。私も久しぶりに出てみようかな。出たー、レイヤーの熱血勝負魂。歯ごたえがあるのはどいつだ。ってこっちにも熱血な人いた。ガイアスが出場したら一気に話題をさらっちゃいそうだけど。確かにガイアス王では支障もあるだろうが、遊び人アーストと仲間たちが出るのならば問題はない。私たちが出るならですか？っていうかそれただのへりくつじゃない。闘技場は己の技と命を懸けて戦う神聖かつ過酷な戦場。挑むのなら全身全霊をかけて挑むことだ。聞いてたらなんかこうすっごく体を動かしたくなってきちゃった。よーし、みんな頑張って挑戦してみよう。おう、ガイアス、うまく乗せたでしょ。何を言っているかわからんな。とんだ暴れん坊の王様ね。魔物と人間、